必要に応じて縫い目の長さを縫い目の長さ調節キーのプラスまたはマイナスを押して調整します。模様の振り幅はジグザグの振り幅調節キーのプラスまたはマイナスを押して調節します。また振り幅を調整した場合はプーリーをゆっくりと手前に回して針が押さえに当たらないことを確認してから縫い始めてください。